どうも、こんばんは、浪人ハンターです。私は今、河川敷に来ています。夜の河川敷です。めちゃめちゃ怖いですね。そして、わかりにくいと思いますが、この正面の木にクワガタが何頭かついております。わかりますか？ちょっと拡大しますね。見えますかね？ここにまず一頭いて、こっちに、ヤブキリカ、あれはキリギリスですかね、がいて、上の方に、カナブンとコクワがいたんですけど、どっか行っちゃいました。これからちょっと捕まえようと思います。見えますか？ここにクワガタが落ちてますよね。この木はクモの巣が結構あるんですけど、こういうところも探すと意外と落ちてたりしますので、クワガタ探しの時は見てみてください。クワガタがたくさん集まってた木の横の木に、コガネムシの仲間がたくさん集まってますね。なんでしょうね、この子たちは。たくさん集まりました。コガネムシはですね、刺激すると葉っぱから下に落ちる習性があるので、袋を葉っぱの下に置いて上から叩くと簡単に集まるんですよ。あと何かわからないんですけど、バッタが、あ、ごめん、眩しい眩しいってアピールしてますね。何バッタでしょうね。なんだろう。車バッタとかそういう系ですかね。クワガタがどれくらいいたかと言いますと、まずここにコクワのオスが一頭ですね。で、これがノコギリクワガタのメスですね。こっちもコクワのオスですね。で、さらにヒラタですね。あとカナブン。ノーマルなカナブンです。ヒラタのオスがいます。それと、別の木でコガネムシたちを取りました。一本の木にこれだけ集まるってすごいですね。ちなみにこの木は、ニレですかね。ニレの木ですね。春ニレとか、そういう種類まではわからないですけど、ニレの何かですね。樹液に集まってましたね。すごいですね。昼間だとスズメバチも来てましたね、この木は。あと、先週も実はここに来ておりまして、その時にノコギリクワガタのオスも取っているので、後で明るい部屋に戻ってからもう一度クワガタをお見せします。では、私は一人寂しくこの河川敷をもう少し探検してから帰ります。それでは、また後でお会いしましょう。なんか、網の中に入ってましたね、気づいたら。いつの間に落ちてきたんだろう。今足を畳んでますから、これポトって落ちた後のポーズですね。トンボが寝てますね。ここにいます。なんでしょこれは。胸びろトンボってやつですかね。ちょっとつついてみよう。ツン、ツン。お、あ、ズボンに来ました。かわいいですね。これ、モグラの穴ですね。わかりますか？この奥に繋がってる感じが。で、ここに出口ができてます。モグラいるんですね。いやー、すごいものを見つけましたね。これはヤブキリかキリギリスでしょうね。ちょっと拡大してみましょうか。これですね。いやー、脱皮中ですね。すごい、綺麗。ちょっと、黄緑すぎて種類がわかりませんけど。わあ、珍しいものを見れました。夜だから見れるもんですね。おお、あ、動いた。かわいい。はい、帰ってきました。しかしですね、もう一晩以上開けてしまいまして、なんとかいなくなりましたね。で、代わりに増えてるものもあるんですけど、コクワのメスと、コクワのメスはもともといませんね。コクワのオスと、ノコギリクワガタのメスが、いなくなりました。これですね。わかりますか、これ。ヒントが、なんか、これに入れといたんですけど、まあ、当然、破りますね。はい、何度も経験しているのに、うっかり、入れたまま寝てしまったので消えました。これはもう部屋の中に
バナナトラップ仕掛けるしかないですね。焼酎はまだ買えない年齢ですけど、普通に食べるように買ったバナナが腐ってしまった時に、部屋で脱走したクワガタが寄ってきてたので、はい、それは、まだ腐ったバナナがあるので、使おうと思います。それでは紹介していきましょうか。まずこれ、コクワのオスですね。かわいいですね。ツン、ツン。で、次が、ヒラタクワガタのオスですね。ちょっと乳がついてるので、まだ、あんまり、綺麗じゃないんですけど。で、これ、ノコギリのオスですね。はい、クモの巣に落ちてきた子です。小ぶりですかね。で、この子は、あ、下にミイデラがいる。挟まれるぞ。この子はですね、先週撮ってきた子ですね。同じ場所で撮りました。あとは、ゴミムシですね。まずこれ、ひょうたんゴミムシの仲間の何かですね。まだ細かくはやってないです。で、ちょっと光加減が難しいんですけど、この子、セアカヒラタゴミムシって言います。セアカヒラタです。わかりますかね？若干背中赤いんですよね。赤くない子もいて、結構紛らわしいですね。この子は、後干し青ゴミムシか、木干し青ゴミムシです。後干しだったら、この、前鏡廃盤っていう、ここですね。ここの部分、ここ、爪のあたりですね。ここが、毛が生えてるんですよ。ここにですね。で、まだ確認はしてませんが、多分後干しだと思います。で、このちっちゃいのは、丸型ゴミムシの仲間ですね。はい。全部なんとかの仲間って言ってますけど。で、これは、まあ、皆さんご存知、ヘッピリムシ、ミイデラゴミムシです。いやー、テンション上がりますね、この子見ると。いや、うじゃうじゃいるんですけどね、この子。地域によっていたりいなかったりが結構あるみたいで、この辺ではかなり多いですね。で、先日言っていた、このコガネムシたち。これ、ツヤコガネっていう種類だとわかりました。はい。一頭だけ違うの入ってますけど、出しましょうかね。はい。ちょっと土にまみれててあれですけど、結構綺麗なコガネムシですね。あ、取れない。離れてくれ。かわいいけど。あー、コロッケの方行くなかわいいなー。ほんとかわいい。はい、この間の収穫は、この間って言っちゃってますけど、つい先日の収穫はこんな感じでした。コガネムシ、おー。ツヤコガネですね。ツヤコガネ。たくさんいました。かわいいですね、これ。はい。では、昨日の夜の収穫は、こんな感じでした。クワガタは見つけておきます。カナブンを忘れていました。すいません、カナブンです。ノーマルなカナブンです。ちょっと今、ミーデナさんと一緒に寝てますけど。はい。夜の河川敷って、結構危ないですから、はい。昼間に一度、下見をした方がよろしいです。もし行く場合は。いきなり夜に知らないフィールドに行くってのは、本当に危ないので、はい。どこが危険なのかとか、昼間に、ちゃんと見ておいてください。はい。何か事故があっては嫌なので、楽しいですけどね。いろんな危険はありますからね。はい、せっかく楽しいのに、怪我しちゃったら、もったいないので、ツン、ツン。危ない、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 危ない。ひらたツンツンは本当に危ないですからね。それでは、ありがとうございました。ツン、ツン、ツン、ツン。ガス出さない。和解しました。
ついにミイデナゴミムシと和解しました。